おお、すごい。お、すごいすごい。こんにちは、あやです。今回の企画はスズキのエブリィキャンピングカー、イエーイ。はい、ということでね、今回スズキのエブリィのキャンピングカーを借りれたので見ていきたいと思います。はい、タイヤ変わってるよね。本当だね。ホイールも可愛いね。東洋さんのホイールじゃないよ、タイヤがね。はい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 、オッケーオッケー。これ車高はでも別に普通なのかな。そうだね、多分ね。あ、何これってさ、なんか後ろに牽引したりするやつよ。牽引できるやつ、あのボートだ。おお、なんかこのはしごって何に使うんだろう。私いつも不思議に思うんだよね。それはですね、はい、上にこれ、まあ多分テントかなんかがついてると思うんだよね。それとか、ね、上にさ、物乗っけられるようになってる。荷物。そう。あれの時に乗っかって取るみたいな。こんだけ車高が高いやつだとさ、乗せれんか。そう、ね。乗っけたとしても取れんみたいになっちゃうから、つけれるんでしょ。私これ結構好き。ね、なんかこれだけついてるだけでさ、なんかそのキャンピングカー感出るよ。そうそう。アウトドアな感じが出るから好きなんだけど、ね、これってさ、ブラックアウトにしてんのかな。あ、してるのじゃないですかね。だって普通メッキだもんね。そうだよね。ね。中がどうなってるのか。そう、ちょっと中の方が見たいんだけど。うん。はい、オープン。まず運転席から。え、ハンドルってさ、元がこれじゃないよね。でも鈴木だよ。でも、あ、でもこんな形じゃないよ。でしょ。なんか面白い。でも純正風だけどね。純正、真ん中は純正だけど、ここだけ変えられるのかな。この、ちょっと詳しくないからわかんないけど、うん、シートは普通のまんまだよね、多分ね。なるほどね。でこれを倒しとるのかな。これを倒してテーブルになってるよね。ちょっと反対やってみようか。お、待って、あ、ここに、うん、あ、すごい。何？こうやってさ、うん、ここに一回かませて、ああなるほどね。これをこの首のところでやってるから動かないんだよ。すごい。ちゃんとした天板になってて、多分これで高さ合わせもしてるんだと思う。なるほどね。お、面白い面白い。で、この頭を少し引っ込めたらこんな感じ。おお。で、まあ2名乗車も OK か。そうだ ね。っていうかさ、エブリィってさ、うん、ここステップあるんだ。お、ほんまや、一段階あるやん、これ。ね、知らなかった。あ、え、これはさ、元からじゃないよね。ここの空間部分をつけてるのかな、で、照明もさ、絶対あ、ほんとだ、バンライトだ。あの、赤車もさ、こうなってる、はい、あ、なっとるなっとる、なってるよね、うん、すごいすごい。で、ちゃんとね、カーテンも。そう、キャンピングカーって感じだね。これも後付けなのかな。めっちゃ綺麗につけとるけど、すごいよね、このレール、ね。もう隠されてると後ろが気になりますね。お、じゃあ早速それ戻してから開けちゃいますか。こっから、こっから開けちゃう。こうやって見ちゃう。いやいやいや、後ろから行きましょうよ、ちゃんと、はい、戻します。はい、じゃあお待ちかねの後ろ行きますよ、うん、オープン。お、すごい、フラットになってる。あ、ほんとだ。テレビついてるし。おお。おお。お、すごいすごい。すごい。移住空間ができてますね、ここに。この、これは何？あ、炊飯器とかが入ってる。かわいい。あ、ほんとだ。あ、ここはここなんだ。その電池っていうかさ、バッテリーっていうかさ、元電源みたいになってるね。コンセントもあってね。あ、すごい、ここにもある、上にもある。あ、上にもあるんだ。
ほんとじゃん。これドリンクホルダー？あ、そういうこと？鉛筆立て？鉛筆立てではないでしょ。必要かそれ。何かと。何かと。あ、ごめんなさい。これは多分これスライドじゃないの？ここをほら押して。あ、すごい。はい。え？あ、逆？うん、多分逆。え、ちょっと、あ、こうだ。なんかさ、下にも、あ、え、これはさ、よいしょ、よいしょ、はしご？わかった、あ、わかんない、あ、わかった、はしご？テントの？あ、テントの？違うのかな、ちょっとしまっとこうかな。しまっとこうかな。これなんか上もさ、うん、これ上あるんだろう、なんかつけとったのかな。え、何のためのレールなんだろう。気になる。あのボタン気になる。うん。1、2、スイッチ。ちょっと乗っちゃおう。乗れんのかな。あ、すごい。あ、結構クッション性があってさ。本当。うん。しっかりしてる。いい感じ。あ、いい感じ。お、乗れるじゃん。え、足伸ばしとるし。おお、いけちゃうね。全然余裕だね。これだったら2人全然余裕でね、うん、泊まりできる、うん、キャンピングカーだし、下にもスペースがあるから物入れられるし。そうだね。ご飯炊けるし。ご飯炊けるし。テレビ見えるし。そう、しかもこれがさっきのテーブルになるし、うん、あ、これは完璧な。あ、ここでね。はい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 、なるほどね。すごい。しかもコンセントがめちゃめちゃあるよ。ここにもあって、ここにもあって、向こうにもあって、だってこっちにもある。ほんとだ、なんか刺さってる、すでに。もう USB がね、いつでも刺せる状態になってますね。なるほどね。一応これもさ、下シートって生きとるんよな。生きとるんじゃない？これ生きてなかったらダメか。あ、ダメなのかな。いや、どうなの。これを、うん、外して収納すれば、だってこれ4枚分割になってるから、うん、大丈夫なんだね。うん、しまえるんだと思う。ちょっと開けたいかか。全部黒で統一されてる感じでシックだね。なんかいいね、まとまりがあってめちゃめちゃいいと思いますよ、うん、なんかキャンピングカーってこうなんかもうちょっとこう明るい色のイメージがあった、私は勝手に。あ、ポップな感じ。うん、違ったかな。ポップな感じっていうか、なんていうの、カジュアル。カジュアルか。うん、いい、楽しい。いいね。シュッ。あ、どうした。どうした。ここは低かったか。ここはそうだね、出るときにはちょっと頭注意でしたけど。はい。あ、これってさ、うん、この屋根みたいに引き出せるやつ。え、そうなん、この筒みたいなやつ。そう、多分そうじゃない。え、しかもさ、ベロベロベロってベロベロベロってなこれLEDテープついてるし。ほんとだ。ベロベロベロはどうやってするの。え、どうやってするんだろう。ちょっと今回この車をお借りして見せていただいてる鈴木トランスポーターワークスさんの方に詳しくお話を聞きたいと思います。はいはいはい、じゃあお願いします。こんにちは。こんにちは。静岡の浜松市で、トランプ屋やってる鈴木トランスポーターワークス、よろしくお願いします。お願いします。ちょっとこの車について、はい、今軽くいろいろ見させてもらったんですけど、はい、この辺の開き方とか、はい、上のやこれ多分テントなんですか。ルーフテントって言って、はい、このパターンはこう開いてベッドになるパターンのルーフテント、はい、開いてもらったりすることってできますか。あ、はい、お願いします。お願いします。開け方、うん、さっきのはしご。あ、本当だ本当だ。すごい。おお、なるほど。あやさん当たりなんだ。え、疑ってたわけじゃないよ。疑ってたろう。おお、すごい。おお、すごいすごい。あ、こんな風になっとるのか。え、広っ。大きいね。結構大きいね。ね。うん。すごい。こんな感じです。中入っても大丈夫ですか。おお、すごい。ふわふわする。
あ、広い。広い？広い。あ、靴ちょっとどうしよう。あ、本当だ。ビニールがあるので。すごい。本当だ。投げちゃった。あ、めっちゃ考えられてた。すごいすごい、よいしょ。ちょっとコースが後ろなんでね。ほら、めちゃめちゃ広くない？めっちゃやば。本当に、え、すごいね。コース中よりだいぶ広いんだ。4人か5人ぐらいは寝れる。すごい体勢で寝るな。4人も寝る、これ。ヨガの体重制限あるかもしれない。すごい。しかもこれさ、うん、網戸になるの？網戸？まあ、網戸にもないな。やっぱり両左右とも網戸にもなるので。すごい。バイバーイ。バイバイされた。ほら。本当だ。めっちゃいいじゃん。夏の時。うん。しかもこれ両サイドもなるらしいよ。ね。え？ここも一話します。へえ。すごい、面白い。いいね。バイバイ。え、なんかこんな感じだね。からの、上から見るとこんな感じ。結構高い。高い？高いけど、全然不安定感がないから、うん、めっちゃいい感じ。はい、すごいね、これ、ね、あっち側のやつも気になるんですけど、これはこのハンドルで。おお。あ、あ、すごい。おお。なるほど、くるくる出すのか。お店屋さんのテントだ。うん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 。声が上がっちゃった。あ、あ、あ、すごい。おお、すごい、ちゃんと足つくようになってる。ね、すごいすごい。めっちゃ出てくるやん。こんな感じ。すごい。めっちゃ出てくる、ちゃんと。すごいね。これって LED ついてるんですか？ LED ついてる。ここで。あ、あ、すごい。ついたついたついた。夜でも明るい。夜でも明るい。面白い。あと LED が向こう側にもついてる。あ、そうなんですか？あ、本当だ。あ、ほんまや。下全部乗るときに迷子にならないね。なんで迷子になるの？キャンプする場合は、うん、今置いてあった板を、はいはい、足がついてるので、おお、起こしていただいて、あ、そのためで、まあ、例えばですけどこういう椅子とかで、かわいい、ちょっと休憩もできます。本当だ、すごい完璧。めっちゃいいじゃんね。いいね。これって普通にちゃんと椅子で使えるようにもできるんですよね。全部外れるように。お、ちゃんと下にしまえるんだね。本当だ。あ、普通に座れるじゃん。すごい。これ車高とかは別にいじってないんですか？車高はリフトアップスプリングで、あ、結構上がってたの？上がってます。まあ重量はちょっとあるので、うん、そこまで上がってはないんですけど、あ、なるほどね。へえ、すごい、面白い。え、あの、ちょっと気になったんですけど、この上のこの銀色のレールみたいなのは何用なんですか？ハンガーパック代わりに、あ、かけられるんだ、自分でね、はい、なるほど。あとソーラーパネルもついてるので、え、今これで発電してる状態ですね。あ、すごい、え、すごい。じゃあ移動中にバッテリー貯めといてっていうことができるってこと？エンジンかけてれば走行充電で、車の方からも充電できて、すごい、めっちゃ便利だね。キャンプ場行って何もやらない時、うん、こういう時でも常に充電しててくれるので、バッテリーのじゃあ残量あんまりそんなに心配しないでも、はい、めっちゃいいねそれね。すごいすごい。急に使えなくなったら困るもんね。あの、スイッチは
あ、ここのスイッチって、はい、ここのある位置に、あ、この LED の、明るさを長押しすると調整できるように、10段階で調整できるように。そんなに、はい、でマックスになると、あ、めっちゃ明るい、点滅して、これがマックスですよと。これも取り付けてるんですよね。取り付けてます。でこの車もう全体的に制振剤と断熱材をやってあるので、あ、走行しても静かで、うん、冬でも、まあ、普通のノーマレルかは暖かいっていうか冷えない。すごい、めちゃめちゃいいじゃないですか。この上のやつもつけてるんですよね。あ、これは純正部品。純正なの。エブリすげえ。新車で買うとこれが普通についてる。本当に。今はだってエブリ見るの初めてだったんで。で、あのステアリングは？あれは社外品に変えてあります。あ、なるほど。私純正じゃないとか言って。一番最初に食いついて。純正っぽく見えるんですけど。うん、すごい純正っぽく見える。そうなんだ。へえ。あれ純正なんだ。ね。で、カーナビとかもサブバッテリー。の方に切り替えスイッチがあるので、そうなんだ。切り替えてもらうと鍵ささなくても、もう車のバッテリーは一切使わずにナビが動いて、そのナビの地デジの映像が HDMI で後ろのテレビに行ってるので、すごい。キャンプ中もテレビ見たりとか、DVD とかブルーレイ入れてもらうと後ろでも流せる。めっちゃ便利だし、いいですね。はい。すごい。すごい。流そうと思えば YouTube とかも流せるので。あ、そうなんだ。もう今時ですね。お、おー、すごいじゃん。東京都交通局としてもこのような、すごい、めっちゃいいじゃん。今度逆に外に向けて、めっちゃ自由自在ですね。すごい。でもその車のバッテリーを使わずにっていうところがいいよね、うん、いいね。すごいね。このライトが結構気に入ってるけど、これおしゃれだよね。そう、普通に明るいじゃん、めちゃめちゃ、うん、いいな、車にダウンライトみたいな。あとバックドアにも LED がついてますので。本当だ、同じのが。夜でも明るい。すごいね。あ、スイッチがある。で、あと室内側からもドア閉めた状態で、はい、室内側からドア開けるときもこのレバーを引いていただくとドア開くようになります。おー、ハイエースみたい。今回はないので。ないですよね、はい、閉められちゃったらもう開かないもんね。そうだよね。へえ、すごいね。めっちゃ快適やん。これはこのエブリィだけじゃなくって他の車種とかもいろいろ作られてるんですか。はい、軽自動車から4トントラックまで。あ、そんな4トントラック。エブリィでもダイハツのハイゼットでも、お、あとハイエース、キャラバン、あとはマイクロバスや2トントラックとか4トントラック。すごい、いろいろ幅広いですね。一応フルオーダーが基本でやらせていただいているので。あ、なるほど、はい。フルオーダーなんですね。はい。やらせていただいて。おお、すごい。じゃあもう本当に自分オリジナルのやつを作っていただけるということで。はい、気になる方はこちらの方でお問い合わせください。はい、詳しいことは概要欄に貼っておきますので、はい、お問い合わせいただければなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。